やいやいや、なんか変わりましたね、変わりユーまスしトたの。ね。ユーストのインターフェースが変わりましたが、はい。タヌピオラジオは変わりまません。だらっとしてますよ、今日も。眠いよー。眠いよ、私も。最近早起きだから。私寝てないよ。寝てない自慢だ。寝てない自慢だ。ミサワだよ、マジで。ミサワだ。いや、マジもう俺、マジ2時間しか寝てないから、いや、寝てる。あれ？今日も寝たわ。寝てるけど、何してるか分かんない。お前に。何してんのおめえ。それでは。今日寝てる時にね、すごい夢を見た。私のブログのコメントがね、炎上？炎上？2個なのに、夢だよこれね。ふうりちゃんが、私のことをブログに書いてくれたら、もう何万件もコメントが来てて、あーみたいな。私、ゆめみさんのことブログに書くわ。でも本人、コメントできないけど。本人のブログにはコメントが2件っていう、あの夢を見ました。ということもあります。では、はい、寝てます、全然。で、今日はですね、はい、あのピオラジオも101回目ということで、うん、あの名作101回目のプロポーズになぞらえまして、はい、今日のタヌピオラジオはですね、皆様からのお便りいつも通り募集してるんですが、はい、テーマをプロポーズ、もしくはプロポーズにまつわるエピソードやマジ婚活ということになっています。はい、あのスペックと、ね、スペックと好みのタイプとかね、アピールとか書いて送っていただくと、タヌピオからカップルが生まれるかもしれない。知れないし、もしかしたらあの、タヌピオの旦那になるかもしれない。ん？ない。なんで？わかんない。それはないみたいです。なるかもしれません。はい、わかんないけどね。前様がね、はい、あれなの、例えば付き合ってる彼女がタヌピオが好きだったら、タヌピオを通してプロポーズできちゃうのになって言ってて、あ、そういうの素敵ね。私も前様とかちゃんとしてるから絶対結婚できないや。あれ？ちゃんとしてるじゃん。ちゃんとしてるのにできないね。ちゃんとしてすぎて、なんかこう自分のダメさに目がいきそう。何かあるんだよ。え？ちゃんとしてるのに何かできない理由があるんだよ。わかんない。それつらいな。などあって。などあって、今日のオープニングテーマはですね、はい、うん、まあ、今回にぴったりなものを恥じらいさんが作ってくれましたので、はい、こちらを歌って始めたいと思います。うん、ラジオネーム恥じらいゆずるさんからいただきました。今日のオープニングテーマは Say Yes から101回目のタヌピーよ。ワンツーワンツースリー。お悩みなんかないよね。うー、すべてはタヌとピヨとの愛の表現さ。少しくらいの嘘やわがままも、まるで暴走を試すようなDR 捨てのもフレーズになる。これから二人で声を揃えて、ああ何気なく始めないか。24時までは全裸で待機、普通歌のテーマ忘れないように。何度も言うよ、これからやるよ、タヌピオラジオ、タヌピオ、タヌピオ。よしかすのと、ゆめみねむの、タルミオンラジオ。やいやいやいや。歌やで。
始まりましたというわけで素晴らしいオープニングテーマでした。あーよかったですね。おなんやなんや、ちょっと今日のスタジオでは超常現象ガガガガセイエスからこうピンキー見てるってよ。ピンキー見なくていいよ、あのやることやってね先輩の厳しいお言葉。ピンキーはね子供だから寝よう。そうだよ学校でしょというわけでですね、今日も皆様からのお便り募集してるわけなんですけども、さっきの、婚活お便りの他にも普通のお便りやお悩みのお便りなどぜひぜひどしどし送ってください。タヌピオラジオ@gmail.com までお待ちしております。それでは見て見て見て、おかしりましんやることやってとかやることやってうん、ではお悩み、みきは別に怒ってないからねお悩みない。今日はやはりプロポーズが多いです。悩みなんてないよねすべてゆかやでなんかチャギアスのカバーしたいな。モーニングムーンわかんないね、全然わかんない。私結構姉ちゃんとかが聴いてた。チャゲアスなんだこの曲。そうなんだ。そんで私もドラマはあんまわかんないけど、トラックに轢かれそうになるんだけど死なない。竹谷さん、哲也さん、僕は死にません。そんだっけ、あなたが好きだからみたいな感じだったはず。そんなんで死なないならね、いいよね。うん割と名シーンだった気がするけどそんなわけで私も死なない。私も死なないよそれじゃあお便り読もうかな。じゃ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 ん。じゃあもう普通のお便り読んでしまおうと思います。はい、なんて読むんだろう。小山、ま、生徒さんかな。ひじ…なんて読むの。ひじりとさん。ひじりと難しい。生徒ねえ、ぼぞくん、セイントのせいに人でさ、なんて読むの。セイント…セイント…セイントさんだ。小山セイントさん。小山セイントさんじゃあ小山セイントさんからの婚活です。はい、20歳男性、お身長168センチ、ほ体重60キロ、ほアピールポイントはボーリングの球を投げる速さです。ほう10ポンドを時速45キロくらい。ほう速さだけを純粋に求めているのでスコアは100に届かない一本気な日本男児。かっこいい。今後ともよろしく。それかっこいい。セインチさん、いいね。年し…若いね。下やね。20歳でもう婚活してるの。やめな。意識高いの。あのね、男はまだいいよ。男の人はね酔ってますかと。全然酔ってない。さっきまでダンスレッスンやってたんです。酔ってない。この人そんな急がなくて。なんで酔ってんの。酔ってない。酔っ払いだ。酔ってない。これが地なのそれではうんていうか全然コメントとかしなかったけどじゃ あ, あのボーリング系のね嫁を。じゃあ小山セイントさんに惹かれたという方はタヌピオまでお便りお願いします。はいすごいシステム。セイントじゃないよね多分。セイントじゃないね、では続いてトモロックスさんからのお便り。はい、ネムキュンスさん、タヌピオワンワン、タヌピオワンワン。ちょっと酔っ払って床の上に焼酎をぶちまけてしまったので、うん、ちょっと床がベタベタしています。拭いています。うんさてプロポーズというか告白というかの話ですが、はい、その昔ちょっとウクレレを練習していた頃そうなんだ、おもむろだね。変なところでウクレレを弾くというのにハマっていて、うん、駅のプラットフォームとかロープウェイの中とかこそこそと遊んでいたのですが、ある日ふと夕日が海が見える崖の上でお嫁においでを弾いたらかっこいいかなと思って彼女を呼び出し、うん、崖の上でウクレレを弾いてみたのですが、ものすごい突風で体がグラグラするし足元が微妙に崩れてきて、コードを抑えるために手元を見たら遥か下の方に波がダッバーンとなっていて、
足が震え引けなくなってしまいました。彼女も崖から落とされるサスペンスドラマ的な展開か、演奏終了とともに海に飛び込む展開なのか、どっちなの、どっちも怖いとビビっていたそうなので、崖の上のコクリはやめましょう。ではコクリコみたいに戻ります。え、なんかさ、みんなやっぱ彼女いるんだね。リア充じゃない、衝撃じゃん。チャオでもいるもんね。そうですよ。聞いてください、あのさっき我らの霧島枠さんがへこんでたので、おへこみに遊ばして、ね、おへこみ遊ばしてたんで、どうしたの、どうされたの聞いたら、チャオ買ったんだよとか言って、チャオ買うってね、うん、読んだんだって全部。したらなんかそのキャラクター の, その登場人物の紹介のページがあったんだ、まあ、主人公はみんな女の子だね。主人公にみんな彼氏がいるっていうのに驚いてて、すごいフランクに紹介するよね。主人公なんちゃらかんちゃら、とっても元気な女の子の彼氏何々くんっていうのがあって、うわって思ったらしくて、いやまさかそんなね、この漫画だけだろって思ったら、全漫画の主人公に彼氏がいたんだって。いやー、チャオって対象年齢いくつなの。12とかだよね。12から無限大かな。じゃあ彼氏でもいいのかな。いやっていうかさ、12歳で彼氏さんできなくない？でもいる子はいたよね。え、いないよ。目覚めの早い子はいたよ。なんかさ、もうさ、公認カップルみたいになっちゃってさ、ゆかちゃんとなんとかくんはみたいなあったな。私小5くらいからもうできてて、え、なんかヒューヒューみたいな、両思いなのは分かってるけど、両思いだっていうのが分かるっていうところで終わらない？そうだね。なんかね、うちの学校がなんかおぼこいのか分かんないんだけど、付き合うとかなかったよ、その小学校で。私もでもその一件しか見たことない。なんか一件はあるよね。なんか、あれ付き合ってるもんね、みたいな。のりくんとなんとかちゃんって子がなんか付き合うっていうのをなんかこう、キャーっていうのしてみようみたいになったけど、全然何か何だか分かんなくて終わったっていうのを聞いてます。スキューっていうのをしてみよう。かわいいね。でもそういうことだよ。12歳か、ちょっと後でもいいんじゃないかな。心配よ。12歳で彼氏とかできたらどうすんのそれ。あ、トイレでチューをしたしないの噂がよく立っている。何それ、やだへぇ、チューっていう概念なかったんだけど。私はでもあれだよ、チューはあるのか概念。海外の方がホームステイしてた時があったから、うん、お姉ちゃんとかがなんか感化されちゃって、うん、ヘローみたいなのがあって、おはようのキス、休みのキスだよ、チューチューって、おーってなって、おーおー、かったな、そんなの。なんか学研とかになんかそういう性教育の小冊子が収まってるのを見て、お母さんが驚愕してたっていう記憶しかない。小学校の時そういう学研、そんなことまでやってくれるの、うん、進んでるなっていうぐらいしかそういう記憶ないですね。私なんか何かの食塩水で結晶ができる実験をしようみたいなのずっとやってた。あったあった、よくわかんないけど固まる面白いみたいな、木を作るみたいな、なんかね、ホワサホワサホワサみたいなホワサってなる、ありますね。そんな場合じゃない、ショックだよ、チャオ。まあまあ、うん、あ、来たよ、ゆめみさん。ん、おさむさんからお便りが来たよ。やったー、おさむさん。待ってた待ってた待ってた、さっきもおさむさんの話してたから。おさむさんだよね。やっぱおさむだな。名前一応入ってなかったけど。あ、そう、言っちゃった。匿名希望みたいだね。匿名希望の101回目の婚活系。ダメじゃん、言っちゃったじゃん。違うぞってことにしようよ。このお便りちょっと置いといて。おさむさんありがとう、またね。はい、次。はい、じゃあ、匿名希望の101回目の婚活系リアメンさんからのお便りです。泣ける泣ける。皆さん、ピオさん、こんばんは。こんばんは。なんだか呼ばれた気がしたのでお便りをいたしました。分かってんな。さて、オタクが本気で婚活をすると大変みたいです。聞いた話ですが、
結婚紹介所に登録して希望条件を出すと、まずコーディネーターに、あなたの実力はこの辺なのでこのくらいの人で我慢しなさいとダメ出しを食らう。また最近流行りのオタク婚活パーティーにおいては、男女それぞれ20人の枠に男性は4倍の80人も申し込みがあるのに、女性は5人しか申し込みがなかったりと、完全女性優位の環境になっていて辛いです。そんなハードな現場ですが、僕も電波組の活動が落ち着いてきたら、出会わせで培った粘着力がどこまで通用するのか実力試しをしていきたいと思います。それでは。なんか逆効果な気がする。粘着力、粘着、どうなの、え、どうなの、どうなの、どうなの、どういうの好き、匿名希望って言ってこれ別に匿名希望さんの、あ、そうだ、匿名希望だった、間違えた、全然関係ない、間違えた、うんうん、ポリポリポリ、そうなんだ。電波組の活動が落ち着いたら、多分電波組ジュニアっていうのができて、また活動しなきゃいけないから。電波組エッグとかね、なんかそういうの。そうそうそう。電プロエッグ来るから。そんな暇ないと思うんだけど、そんなオタクの婚活あるんだね。うん。確かに同じ趣味の方がいいのかな。でもなんかさ、趣味、なんか価値観は一緒でも趣味があまりに一緒だと、なんか本当にずっといなきゃいけなさで嫌じゃない？そんなことないじゃないですか。何もわかんない。なんかずっとさ、世界狭そうだね。あ、でも例えばディズニーランドとかだったらさ、うんうん、月に2回一緒に行こうねとかでいいんじゃない、うんうん、だからわかんないけど、例えばそうだ、千原ジュニアとかにすると、とこう、二人が、うん、旦那さんがお仕事行って帰ってきます、うん、取りためたチャラジュニアを一日中ずっと一緒に見て、寝て起きて、それを繰り返す。それだと辛いかもしれない。でなんかそっちの方がまだいいかも。なんかそのディズニーランドの、それこそずっと一緒じゃん。でもディズニーランドの楽しみっていうのはさ、うん、その人と行くわけじゃなくてさ、対ミッキーなわけだよ。対オサムじゃないわけ。なんかひどい。そのオタっていう目線はね。あ、なるほどね。そうだね。だからそこを共有しちゃうと違うんじゃない。うん、分かんない、分かんないよ。私何オタの人と結婚すればいいんだろう。オタね、オタね、うん、まあオタに理解があればオタじゃなくてもいいか。確かに、うん、なんでアニメなんて見てるのなんて言われちゃったら、うん、確かに趣味は神さんとは違うなっていう既婚者の方のご意見、うん、なんか違う方が結構なんかそれぞれの実感が持てそうだなって思うんだよ、うん、だからガンダムオタと、うんうんうん、タイバニオタみたいなさ、そのアニメを見るっていう価値だけ許し合えるっていうのがいい。そうだね、そうよね、うん、コレクション系じゃなかったらいいかな、ね、ずっとそれにお金を使い続ける、うん、なんかわかんない、吹けないけどサックスにこだわってる。あー、やたら何年ものの出会ったみたいな。これが200万で、こっちが170万。完全にうちのお父さんやな。あんまり高価なものを集めてるとちょっと心配しちゃう。お母さん、お父さんがカメラを集めてて、あ、撮らないのに超集めてて、お母さんがもったいなとか使わへんやったら捨てさとか言って、うんうんうん、撮り始めたっていう。捨てられるぐらいなら、じゃあ取れとか言って取ってる。なんで買ってたの？なんかそういうの集めんのが好きなんだ。おさむさん泣いちゃった。あ、泣いちゃった。ごめん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 。あの、例えであの、おさむっていう名前がポツ出ただけなの。かわいそう。おさむさんのことじゃないんだよ。何言ってんだ、おさむさんと行くから楽しいんじゃん。そうよ。そうよ。エレクトリカルおさむパレード。それさ、でも超勉強してくれそうじゃない？してくれそう、でも超ドヤ顔しそうでね、この時間からこの通りが一番見やすいんだよ。メムは今、ピザ食べたいんだよ。あ、あの、パレード来た、おいしい、うん、あ、よかった。そろそろ破局みたいなでは難しいね、婚活って。パーティーね、アイドルオタってやっぱり肝がられるよね。だってそうなの、そうなの、わかんない、アイドルオタといる時間の方が長いもん。そうなんだよね、アイドルオタが家族よりも長くいるもん。
アイドルオタ夫婦は知り合いにいるって。うんね、確かにそれだといいかも。でもアイドルオタがさ、例えばその豹変するさ友達と知り合いがいたって言ってたから、ずっと例えば私がもう小姫ちゃん好きみたいな、うん、アイドル推してるじゃん、うんうん、結婚した途端、うん、俺も小姫ちゃん可愛いと思うよってなんでみたいにさ豹変したりしないのかな、私見てよみたいな、なんないの。ああ、なるほどね、うん、その同じ結婚してない時は同じアイドル推してたのに、急にやきもちを焼くようになったりしないのかな、付き合ったりすることで。じゃあ相手は女の子だもんね、うん、どうなんだろう、うん、あ、でも同じものが好きだと意見がぶつかって喧嘩しちゃいそう。確かにそうだよね、映画の感想とか食い違うとさ、あ、気まずいみたいな。なるほど。じゃあボーリング系の嫁はダメなんですねとセイントさんが言ってます。すいません、じゃあボーリング系じゃなくて、うん、あのゲートボール系とか、ゲートボールなんか平和な感じ、そのゆっくりよ、ゆっくりなボールの感じ。え、合コンではアイドルオタをひた隠しだって。合コン行くんだ。違う人ね。そうなんだ。そうなんだ。今だったらでもほら、ももクロちゃんとかがすごい市民権を得てるとかさ、会話弾みそうな。わかる、なんかさ、カップルでさ、来てるよね、そういうのでいけば、うん、メジャーアイドルだったらそういうの、なんか女オタオタっていうやつ的に。なるほどね。女オタオタっていうけど、現場で出会ってオタるならわかるんだけど、オタらないで付き合えばね、オタ別にいいんじゃない、ね。じゃあ次行きましょう。次行きますか。お、ねむきゅんすーさん、こんばんのすけ。こんばんのすけ。がたいよしのすけです。初投稿ですけど、できているのでしょうか。っていう。来てます。これだけだろ。来てるよ。来てるよ。iPhone から送信。ありがとうございます。ありがとう。どういうことやねん。確認だったね。ねむさん、すなおさん、お疲れ様です。お疲れ様です。タモコリンです。うん、タモコ。最近気になる女の子がいるんですが、うまく気持ちを伝えられません。どうしたらいいんでしょうか。そんなんしょっちゅうじゃん。あ、解決しないと。えっと。ズバッと解決？しないかもった。タロピオ相談室。イエーイ。それでは、うん、これもね、いつかのプロポーズにつながる大事な一歩です。ですね。うん、いやいやどっちが女？いろいろ考えてた今。タモコね。うん、なおちゃんが気になるな。怖い、あの人何？ダメじゃん。なんか今キリッとしすぎて。テイク2。なおちゃんが気になるな、キラリ。あの、あ、はい、何ですか？最近気になる人がいるんですけど、うん、いいじゃないですか。君なんですけど。あら、ありがとう。あ、これメイド喫茶の人だな。ありがとうございます、ご主人様。チェキでも取りますか。うん、じゃあ1枚。はい、にゃんにゃん。おわっちゃった。お客さんになってしまった。うまく伝えられなかった。そっか、難しいな。どうやって伝えたらええやん。どういう現場の人かによるよね。そうよね、職場とかさ。そうそう、職場だったらお弁当2個作っていって、あ、好きって書いて米に伝布でね、伝布でこれって言って、ね、開けるとすごい寄ってて炭とか何炭炭ズバッと解決。お弁当効果だ。食べてもらえない可能性です。どういうことやねん。やばい。見た？なになに？武藤さんから、うん、これ武藤さんだよね、うん、こっそり8月末に誕生日を迎えたんだけど、35歳超えで未婚だと将来結婚する確率は 3% らしいよというおたおめメールをもらいました。そうなんだ。これ男性の話じゃない？
男性で、ね、本当に。いや35歳好き 3% じゃないよ絶対、もっといけるよ、うん、女性の方がなんか、うん、女性がまずいでしょ。そういうもんなの、うん、でも今は結婚する人自体が減ってそうだよね。増えてると思うんですよ。あ、そうなの。一時期減って、変な話だけど震災後めっちゃ増えたな。その流れですごい、うんうん、みんな結婚してるイメージあるんだよね。へえ、いいわね、うん、ご結婚。てててて、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  I love you forever なんちゃらどうちゃらちゃんちゃかちゃん、てん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 にょー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 。結婚ね、結婚式というよりはさ、うん、結婚というよりはなんて、結婚式ってさ、なんか面白い出し物するじゃん。するね。それやりたい。え、あ、出し物したい。出し物やりたい。当時のサークルの人とかだよね。でもなんか出し物にこう情熱を注いでる時点で結婚できない気がする。そうだよ。よくディアステにも、結婚式より出し物したいよ、結婚式でお酒やるんで教えてくださいって人が来たりして、私教えたりしてたんだけど、うんうんうん、確かにそのあとなんかその結婚式での出会いとかなさそう、その出し物したら。うん、かわいい出し物にすればいいんじゃない。 AKB のコピーをしますとか、あれだよ、モームスの、うん、あー、ルルルルル、結婚って素晴らしいじゃない、やれとハッピーサマーウェディング、とかをやれば、あのセンターの子良かったなみたいな感じで。なるほど。結婚式に参加していたアイドルオタが。やっぱりアイドルオタとアイドル。やっぱりアイドルオタの。そうなんだ。いや、俺は緑の子かな。そもそも結婚のメリットとは何じゃ。どうなんだろうね。お子さんが欲しいなら結婚した方がいいのかなって。そうだよ、絶対ね、うん、子供は欲しいですよね。カップルの形は自由でいいと思いますが、まあ子供にはお父さんとお母さんが普通にいる方が割と普通にいた方がいいのかなって思っちゃうけど、私もなんかいてやっぱり良かったなと思うので、うん、いるといいかも、うん、どうなんでしょう、割と今は自由な風潮なので。まあなんかやっと やれるもんならやっといたらいいなぐらいの感じで今日はお送りしています。はい。よくわかんない。あ、唯一かわかんないけど、うん、タヌピオ既婚者リスナー翔さんから、お、プロポーズにまつわるエピソードをいただきました。あら、のろけかしら。ごめんなさい、ちゃんとプロポーズをしていないので今夜のネタにあるような話はありません。以上。ちょっと、マジで結構さ、ラブラブなイメージあるからしたんだと思ってました、プロポーズ。シンプルなのかもね。だからこそずっとラブラブなのかもね。なるほど。結婚前に燃え上がりすぎてなんて。なるほど。実際プロポーズってやっぱ男の子からやるもんなのかね。どうなんだろうね。3ヶ月分の指輪とか言うけどさ、もはや3ヶ月分じゃないよね、きっとね。1ヶ月分ぐらいだよね。婚約指輪が3ヶ月分知らない。で、結婚指輪がみたいな。え、あ、別なの婚約指輪。そんな指輪買わなきゃいけないの。私金属アレルギーなんだけど。あ、じゃあダメだ。お姉ちゃんは旦那さんに、うん、ちょっとダイヤをあしらった婚約指輪をもらって、で、やっぱ結婚指輪はちょっとシンプルですね。デイリーな持ってたけど、まあどっちもちょっとですね、あの丸くなってしまいまして、あ、入らないだか外れないだか、血筋でなくしたんだと思って。違うわ、お姉ちゃんはねそこまでなくさない。すーちゃんに3ヶ月分あげてもなくすよな。だから3ヶ月分の札束にしよう。え、なんでもない。最近札束っていうキーワードをよく好きなの。いや、わかんない。嫌いじゃない。そんな札束持つことないもん。ないね。100万円とかさ、持つことないじゃん。ないよ。ないよ、数字でも見ないよね。
なんかこう口座にさ貯金したとしても一気に下ろさないし、今日なんかダンスレッスン中に、うん、なんだっけそのなんかラップの話かなんかになって、うん、メイクマネマネとかって私が言ってたら、うんうんうん、由美子先生に、うん、電波組がメイクマネしてもウェブマネとかゲームの中のお金っぽくて、あ虚しいって言われて虚しいって何ですかっていう。ウェブマネー本当に使えるわ。そうそうウェブマネーは使えるんだけど、そのなんていうのドラクエの中のお金とかっぽい、うんうんうん、みたいな。そっか、なるほどね。まとまったお金。指輪なくしちゃいそうだよね。なくしちゃいそう。指輪なんてしないじゃん私、うん、そもそももともとスイート天体やもん。憧れるけど指輪はなんか分かんないしない、あんましないしな。ネックレスの方がまだなくさないかな。なんか指輪をネックレスにするよね。なんか指輪っぽくね。あるある、うん、私なんか小指の指輪欲しい。ピンキン、うん、ピンキン 寝ないよちゃんと寝てるんじゃない。ちょっと見ますとか言って。あらら。続きまして、はい、おノンシュガーさんからのお便り、スーちゃんネオキュン、こんばんは。こんばんは。ハジサイだけにハジけたということで、週末はハジサイでしたね。行きたかったよ。ありがとうございました。ライブ前にちょっとはしゃぎすぎて疲れていたり、よかった。ロングフランクフルト、唐揚げ、焼きそば、サーターアンダギー、焼き鳥、鈴鹿ステラ、かき氷、ジャガバター、フリフリポテト、イカ焼き、お好み焼き、リンゴ飴、回転焼きなどなど、目移りするものがたくさん。しかし雨でどうなるかと思いきや、ライブの時だけ晴れるというミラクル。マックには虹まで従え、最高の演出でしたね。そう、雨上がりで虹かかっちゃう。すごいね。すごかった。いつもハジサイなんかそういうの起こるよね。あるよね。去年もね、ライブが終わったらもうバーって降ってきて、うん、正直まだ疲れが残っております。そんだけはっちゃけたということですね。そして今日のお題、あのさ、ちょっと真面目な話があるんだ。あ、で、終わった。そのいつもって君を幸せにってほど自信はないけど、ずっと努力するから俺とずっと一緒にいてくれないか。かっこいいみたいな。正直お前といると俺が幸せだから、この幸せでお前を幸せにしてやるみたいなのと迷うところですがね。次の婚期は3年後らしいので寝て待つ。寝るの？なんで38歳はそういう年なの？婚期の年？静かに。なんかいいプロポーズだったなと思って。そうだよね、うん、謙虚な。うん、そこでセイデブことデブサワさんからのセイデブ、セイエスのことね。セイデブ、ありがとうございます。スーちゃんに向けよ、ピンキーちゃん、こんばんは。こんばんは。起きてるかな。婚活の話ですが、僕はスペック的にはデブ、ボヨヨンクッション体型、太っている人が好きな人と結婚したいです。うちの両親が毎日食べ物のことを考えている人なので、それを受け継いで僕も、お嫁さんはご飯を3食から4食きちんと作ってくれる人がいいな。自分より痩せている人にプロポーズしてうまくいったら結婚したいなと妄想しています。プロポーズするのってすごい勇気がいりますね。電波の神々で見て思ったんですが、 A ちゃんが休みになって初めてその人の必要さがわかるというのに泣きました。ライブとかであまり動かないで太っている人が休みだと、みんな動きすぎて危険になったりするので、ね、太っている人がクッションの役割をして必要だと前向きに考えました。み、うん、りんちゃんの名古屋発言受けました。福岡の人もざわついていましたね。なんかね、見た、ちょっと見てくれたんだ。なんかライブで福岡の人に、名古屋のみんなありがとう、暑いねみたいな言っちゃって、みんな、名古屋じゃねえよみたいになっちゃって、で後で言ったら、間違ったっしょ、言ったら、うん、間違ってないんだ、本当に名古屋地方の福岡だと思ってたの。じゃあ名古屋はどこにあるの？
名古屋地方を大まかに言ったもの、名古屋地方のメインのとこ。名古屋地方って何でポケモンのやりすぎだよって言ったんだけど、うんうんうん、なんかその関東、うん、みたいな感じで名古屋だと思った。あーなるほどね、うん、すいません。え、みーさんは奥が深い。みーさんとピンギンさんのやりとりツイッターでもね、なんだっけ、宇都宮はどこでしょうとかで、みりんがなんだって言ったんだけど、みりんがなんとかって言ったら、ピンキーが違うよ、茨城だよって言って、栃木じゃん、栃木だよやだよ。いや、あとなんだっけ、ロンドンの首都はどこでしょうとか言ってた気がする。もうやだ私もね、なんかその漢字とか最近さ、うん、携帯しか使わないからなんか書けなくなるよね。書けなくなってるんだけど、そういうのはない。私はでもあんま私も地理は強くないけど、私も地理はダメだけど、そこまでじゃない、うん、いやあんまりでも産地とかわからないかも。青森りんごくらいわかりやすくないとわかんないと。そして、あ、ワンマンのローラースケート、とても心配ですが応援しています。ありがとうございます。どうですか進みは。かなりいいんですけど、うん、ちょっといろいろありまして、うん、とにかく電波の神々をみんな見てください。よろしく。電波の神々見ると電波組のことめっちゃわかるんで見てくださいそんなわけで、はい、ダウリーが決まっちゃった。もういまいちスペックが来なかったですね。来なかったな。セイント推しでいっか。タミピオはセイント応援している。セイント若いかええやん。まだいいよ、大丈夫だよ、ね、あんまり早く、どうなんだろう、就職が早い人はすぐ来そうだけどね。なるほど。高校行かないで就職しました。そうなると、はい、女性は7年、男性は8年の周期で変革の年を迎えるそうです。へえ。これなんか CM でやってなかった？女性は7の倍数。あ、男性は8の倍数で、なんかで病気になるじゃないっけ、うん、具合悪いみたいなやつ。具合悪いのあるね。やばい。7の倍18冊めっちゃってます。え、1、2、4、4、2、28か28の次は15、30。なるほどね。28に気をつけたい。男の人は8、どうなんだろうね。25には結婚している予定だったな。分かる。だから私さ、高校生の時の予定では大学卒業と同時に結婚してなんか広告代理店に勤めてみたいな。なんだそれ、イメージだったもん。私も23で結婚すると思っていた。思ってたよね。お姉ちゃんが23で結婚したんだけど、私すっごいお姉ちゃん子だったから、きっと全く同じ人生を歩むんだって、全くこう疑わずにきっとそう。で、21歳ぐらいになった時に、とても再来年結婚するような兆しがないなって思って大人になった。私もまさかこんなに何もないないね、ないな。まあ、なくたって私はアイドルなんで大丈夫。みんなのものだからね。そう。顔が疲れているよ。ではあまりスペックも集まらなかったということで、そうですよ。これはタヌピオのスペックを言いますか。あれ、あ、そういうこと。あ、うちらの方がいい。じゃなくてタヌピオに送っても出会えないと舐められているってことだ。バカにすんなよ。本当だ。どんだけの人が見てると思ってんだ。178人の人だぞ。そのうち女性は何人いるのでしょう。
8人ぐらいじゃないリアルだ8人の方がね、うん、セイント気になるわ、どこに行ったら会えるのかしら。8人の女性は好きな人がいると見たね、うん、あれじゃダメじゃん、ちょっとヨダメさん、じゃあ最後に私たちのスペックを、あひどい、ネムキュン自称19歳って言われてるけど、私自称19歳じゃないし、別にそうなの、多少だし、多少19歳、私自分で19って名乗ってないよ、よく言われるって、うん、そう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 、じゃあ私多く少なくの方の多少で21歳にしていい、うん、21年は経ってるから多少21です多少は20、そもそも元々は21、元21残っちゃった、つらったつらった、何でもえっちゅうね、今来たよミッチーさん、ミッチーさんこそ結婚できそうだよね、結婚できそうだけどあえてしていない系、そうあえてしてない系だと思う、なんどうしちゃってるの、でも私ミッチーさんの、うん、にお使いしてた時に、うんうんうん、なんかちょっと透けてる服をよく着てたからホモなんじゃないと思った、やっぱりあのタヌピオはホモに寛容だから、差別はありません、ないないよくわかんない今来たよって言ってんのにさ、うん、ミッチーさんはホモだと思って話で迎え入れちゃった、ひどい、いいと思うよ、うん、確かにあんまりこうガチピタの服、リサも見てるらしい、あらあら、スーちゃん21歳にしか見えないだって、やったー、本当に私21歳だったら何でもできるわ、やるわやるわ何でもやるわ何でもやるわ、私21だったら何してるか、21ってだって大学3年か4年3年、私は大学辞めちゃったからだ、やろろ、3年か、考えて何もしてなそうだね、21歳何してたかな、ちょうど前歯を折って伝説を作ったちょうど前歯期か、前歯期な気がする、女の子が大好きです、わら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 よかったわ、つーちゃん風邪ひいてる、ひいてないよ、あでも今日確かにちょっと鼻が鼻に来ているかも、花粉とかありあるかもね、アレルギーがね何かしらあるはずなんだけど、ちゃんと調べてないからなんだかわかんない、でもライカルアレルギーがある、でもなんかハウス系っぽいんだけどな、およよよ、それではタヌピオのスペックですが、はい、吉川素直、ほっ、趣味はアピール、アピール、夜中に作る料理じゃない私アピールできることなんてあったかな、歌がうまい、それってなんか違うよ、だって結婚生活よ、スナックできます笑いの絶えない空気を提供し、背を焼きたい人には困らない程度のフラグを常にばらまきフラグ、うん、メガネがないよ、あれどこやったっけ今何作ってたんだっけ、クイズの日々で、これだよ、あれだよっていう介護好きの方、俺役に立ってる、俺お前の役に立ってるわ、俺生きてるわっていう人はおすすめご飯は作るのは好きです、お菓子を作るのも好き、好きなタイプは、うん、なんかいい匂いがする、香水をつけてない感じで、いい体臭の人、そうだね、なんか柔軟剤のセンスがいいとか、わかんないです、よろしくお願いします、私19か43のどっちかだよと私が広めてるわけじゃなくて言われてるだけだからそれではゆめみさんのスペック、はい、スペックゆめみねむです、少々性格に難あり私も記憶力に難あり、難あり、身長170センチ、身長とか言ってない、体重は減少中です、
将来的には美術をやって暮らしたいので、うんうん、養っていただきたい養ってもらうぜけど、うん、もしかし万が一私が稼げたら、うんうん、紐でもいいと紐は嫌だけど、うん、同じぐらいの稼ぎがあればなるほどねいいです。好きなタイプは頭がいい人で話が通じる人が好きです。そんなに通じない人いないよ。いっぱいあるよ、うん、ほんとなんかなんていうの多分、うん、同じ理解をしてる人。うんうんうん、うん、そうねです。香水は私もつけなくていいです。うん、大衆が良ければ、大衆を嗅がせてくれればそれでいいねえねえとか変態だ変態だ。身長は153センチ。体重は割ともちりとしており、女性の理想の太ももの太さ、ふくらはぎの太さ、お尻の大きさ、ウエスト、すべて上回っています。言い方やばい。すべて上回っています。理想を上回っていますか。ある意味上の存在ですか。さすが理想よりも上を行く私のこの幼児体型とともに、よろしくお願いします。私なんだろう、あと部屋が片付けられないのでそれについて理解をしてほしいです。私も朗らかな感じでいよいよ洗濯はします。すごいよくするすごいします。超綺麗にとかしますよ。超綺麗に畳んで全部しまう。ただ部屋は汚い。なんか週刊プロレスとかいっぱい散らかってるあとなんだろう、犬が飼いたいです。あーなるほどね、うん、生き物は憧れるんだけどな。なんだろう、犬が好きな方。なんか飼いたいけどあんまり家にいないとかわいそうで飼えない。なるほど、難しい。あとは意外と長いマジ効果。あれとこれとなもんですか。なんか高身長、高収入言ってたよね、昔。なんだっけ、あともう一個なんだ、高学歴。あーなるほどね。 3K 全然いらねえ。いらないね学歴も問わないけど、収入高かったらまあいいけど、別に生きれれば。高くなきゃダメってこと。もし子供産んだったら子供を育てられるぐらいあればって感じだね。そうだね、貯金できるといいな。リアル。親にたまにいいご飯に連れて行けるとかね。今はね、それが参考で、うん、4定だっけな、なんか定姿勢なんだっけな、なんかあったの。ほう、低いの4つの男子。低収入。低収入じゃないと。低予算。ああ、なるほどね。低予算は違う。低予算わかんない。なんかやってたんだよね、なんか見たんだけど。でもなんかこう男の子にばっかりさ、うん、ね、なんかね、言ったらいけないから。なんか男の子ばっかり言われるよね。そうね。女性の方がいつもちょっとだけなんか強気にいける世の中にややある。そうだよね。女の子に求めるものがさ、胸とかしかないのかな。みんなそれぞれに細かく求めてるだろうね。あ、そうね。そうだよね。優しい子がいいなとか、そうだよね、俺はちょっと厳しい子が好きだなとか、いろいろあるわけ。優しくはないな。優しいかわかんない。落ち込んだところで、うん、逆関白宣言。低脂肪あ、低脂肪、あ、違う、低姿勢、低依存、低リスク。低依存。なるほど。依存、あ、お互いの
かな。それかこう未だにお母さんとかだったかな、かな、どうしてもこのあ ラグがないと 3K じゃなくて参考、 3K は汚い、きつい、危険だよ。綺麗、かわいい、キリスト教みたいな女子校、女子校の 3K3B だったよ、ね、なるほどね。 3B は何、言えない、その真逆だ。別にその仏教でもちゃんとやってないけど仏壇があるぐらいかな、仏壇いろいろあるのね。低リスク、低燃費、低燃費って何、あのおにぎり1個ですっげー走れるってことなんかかわいそうだね。かわいそう、すっごいボロボロになって働いて帰ってきて、うん、働いてるあなたってとっても素敵って言われて明日も頑張るみたいな。あそんなバシャンマだよ、二人で堕落部屋を作ろうだって、かっこいい、かっこいい、それいいね、これいいね、二人で堕落部屋を作らないんだ、ダメだね、ダメだね、やめとこ、相当汚いよ、かっこいいと思ったけどダメだね、よく考えて。キリストは C ではないかまあまあ日本語です、そういうのはいいんです。それでは雑にいきましょう、そろそろ来週のテーマを決めなきゃね。今日はなんかやけにこう、うん、リアルな話をしちゃったんで、そう夢のある話をした方がいい、そうね、なんかラグビーでファンタジーでファンタジックな話にしよう、スペクタクルでワンダフォーな、9月12日クイニヤマの日よ、クイニヤマの日クイニヤマ食べてないでしょみんなクイニヤマの日よ、これ全然クイニヤマ聞いたことしかないやつも。クイニヤマンってなんだよ、この前クイニヤマン買ったんだけど、うん、甘そうと思って酒井にあげちゃった。クイニヤマン表面がテカテカしてるデニッシュですね。ふむふむ、というわけで、まあね、ワンマン直前なわけですが、うん、あえてワンマンには触れず、うん、まあ次の週のがいいか、感想とかね、うん、9月も始まり、なんか去年のこの時期なんか好きな芋とかだったっけ、そんな感じかもしれない何がいいかね、案外理想が亭主関白、ね、死ぬまで愛してくれるか、別になんか そこまでじゃなくてもいいけどな、ほんのり好きでいてくれれば、まあでも何事もなくじいさんばあさんになれたらいいよね、うん、なんかもうね、なんか事故で先立たれちゃうと寂しいじゃん、愛してるぞっていうよりはなんかこうお茶おいしいねみたいな感じになりたい言わずもがな的なね、十五夜、匂いフェチなので匂いにまつわる、匂いにまつわる、きなその食べ方渋いな、二十歳、嫁に食わすなと言われ、嫁には食わせらんないよ、うん、お、9月12日は、2時間後に iPhone5 の発表があるかもしれないので想像する iPhone の機能、ちょっと面白い、ちょっと面白そう、あったら欲しい iPhone5 のあのあれ、そうします、何の機能つけてもらおうかな、私はね、ファウンド iPhone っていうのがある、ついてるじゃん、ファインドか、ファインダイヤ、ファインドメガネが欲しい、メガネに求めてよ、どっか行っちゃったメガネ屋さんに言った方がいいんじゃないの、ファインドメガネ機能をつけた方がいいと思うんですよ、でもチップつけたら自分でできるよそういうのあるよね、うん、なんかくっつけるとニャンニャンニャンって音出るみたいな、うん、メガネ、メガネ、好きなメガネ男子の、え？メガネの話にします、いや別に、別にいらない、 iPhone5 にしましょう、あ忘れてたこれ、あ忘れてた、なになに、マックスさんからじゃじゃじゃん、101回目のプロポーズコーナーの小物をいただきました、なんだろう、なんだろう、じゃんじゃんじゃん、おお、え、もしかしてこの、このまさか箱の大きさ、余計いいな、おーたぬぴおは永遠の輝き、何だあの、初めてこれ指輪もらったの、すごいよ、プロポーズか
かな。なんか誘拐されそう。じゃあこれなんだろう、カミソリとか入ってる。ボゾン誕生日プレゼントなんだろう。ああ、弱2個も入ってない。なんか2個入ってる。それ何ケースってことこれ。iPhone ケース超手作りなんだけど。紙でできてるんだ。やばい。ううって書いてるんだ。どうやって入れるんだろう。じゃあ iPhone 借りてもいいですか。私紙製の iPhone ケース初めて見たな。やばい、超かっこいい。新しい。ほんとセンスいいな。やばい。マックスさんほんとセンスいいな。ほんとセンスいい。やばい。ぴったり。鳥肌立った今。マックスさん、マックスさん、やばい。ちゃんと喋りたいな。カメラーノもぴったり。ホームボタンもバッチリ。髪だよ、髪。この辺もバッチリ。一瞬で壊れるもん。でこれ信じがたい。信じがたい。何の問題もない。何も問題もないし、脆い。ごとくありがとうございます。と言ってます。すごいね。これはじゃあ何どこで作ってんだろう。えすごいね。などうなくしたくないから普段つけたくつけられないよこれ。あでも結構は抜けにくくはなってる。いいねこれ。すごい。ちょっとレベルが高すぎて。すごいよ、かわいいよ。いつもタヌピオのこと考えてくれてるんだろうな。本当だよ。ありがとうございます。すごい、ここもかわいい。嬉しい。こいつは素晴らしい。いや最後に素敵なプレゼントいただいちゃいましたね。スイートマックスタヌピオいただきましたね。スイートやで、これは素晴らしい。タヌピオは永遠の輝き、月の光は愛のメッセージ。それでは、はい、来週は iPhone5 にこんな機能がついてたらいいな大喜利。大喜利ですね。でまあ普段通りお悩みのコーナーや、うん、まあ、普通にお便り送っていただいても大丈夫ですし、はい、今日やり逃した婚活っていう方があれば、ね、うんうん、まあ、 面白かったら呼びます。よろしくお願いします。お願いします。なわけで、じゃあ最後にお知らせ。あ、来週の金曜日になりました。私が久々に主催させてもらっているライブがござお、メール本文、メールの本文があったの。あ、受信してた今。あれないね。あれ迷惑メールパターンないね。ひぃ、文字化け。あ、あ、来た来た。タロさん、ピオさん、こんばんは。こんばんは。心の隙間産業、マックスです。
お題がプロポーズということなので、とりあえず送ります。僕の気持ち受け取ってください。なんちゃって本当はトノピオラジオ第1回目放送が2010年8月19日ということは、2歳の誕生日を迎えたということでバースデープレゼントです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。そういえばモグラは3歳ですね。そうだね。タヌピオの宝石箱や、タヌピオは永遠の輝き、タヌピオイヤホンジャックカバーです。2、ガレージキット、タヌピオイヤホンジャックカバーのパッケージです。3、封筒、大変遅ればせながらボズさんへのバースデープレゼント、自分で絵柄を自由にデザインできるタヌピオ iPhone カバー風ペーパーデコパッケージボズバージョンです。タヌピオイヤホンジャックカバーとセット販売するためにイヤホンジャック口を特殊な形にしてあります。いいな。ではまた。すごいな。あ、吉川素直さんが初代人事店長を務めたアソビットシティにて材料や工具を購入、エポキシパテをこねて丸め、デザインナイフで一刀彫りで原型を作り、シリコンで型を取り、レジンを流し込み、出来上がった複製に色を塗って出来上がり。すごっ。味すごいな。味すごだよ。色もすごい綺麗に塗ってあるし、ね、どういうことなの。どうしちゃうよ。ありがとうございます。ありがとう。じゃあなどあってなどあって、いや今日も荒ぶりましたね。荒ぶりましたな。いや、こんなたくさんの人が見てくれるなんて、タヌピは幸せです。しかし、本当にこんな放送をみんな楽しいと思ってくれてるんだろうか。どうなんでしょう。それは心配ですね。最後に、はい、スーちゃん、ネムキュン、こんばんは。こんばんは。生活レベルにせよ、家事一般にせよ、知識教養にせよ、ある一定の水準を持ち合わせている場合、異性から見た時あまり興味を示さないと聞いたことがあります。お、やっぱり人は多少隙がある方が興味を持たれるものなんでしょうか。まあ、いざ結婚となると安定を求めるのが急増しているみたいなんですが、話は変わりますが、ジンクスは信じたりしますか。例えば普段から右手薬指にリングをしています。心の安定という意味で。それが職場周りから言わせると、彼女もいないのに指輪とかしてる意味わからんとか、そんなのつけてるから女が寄ってこないんだよと厳しいご意見をいただいています。やはり本気で求めるなら自己満足をやめた方がいいのでしょうか。ではでは。本気で求めるまではいいんじゃないですか。うん、あ、終わったそうなんだ。それスペック揃ってるとあんま良くないんだ。でも分かるな、なんか確かにちょっと女性本能っていうもんね。お金なさそうな、うん、ダメそうな人とかいいよね。まあ、お金がないまま生きてこれただけあって何かの魅力があったりする。そうっていうことだもん、ね、何かしらある。全てが平均的だと実はすごくあまりにも普通の人になっちゃう。確かに。返答も当たり障りなく、うん、悪いところもない。つまらんね。すごいいいところもどこかにあるみたいな。確かにそう思われるとあるかもしれないですね。みんなそれぞれ欠点なりあると思うけどね。欠点をね、強みにできるようになればモテるのかもね。それだ。ではぬるりぬる。いやー、ためになるラジオだな。うん、また来週。眠いね。じゃあ来週またお会いしましょう。あ、来週の金曜日に、はい、中野ヘビーシックという箱でライブをさせていただきます。チケットはもう結構残り少ないんですが、お暇でしたら遊びに来てください。私はもろもろブログに書いておりますので、ぜひ皆さん、私マジでコメントを読んで救われてますので、いいね、コメントくれると嬉しいです。例えば私新しいブログに変わるので。あ、そうなの。準備しております。ついにですね。アメーバ。いや違う、全然違うんだけど、スーピオ .com っていうの、うん、ドメインを取ってたんだけど、うん、何もしないまま1年くらい経って、うん、終わったっていうのをだいぶ前にやったんだけど、もう1回取りまして、お、今度こそ多分そのうち動き出すはず。
それが動き出すからと思って今のブログをサボってるわけじゃないんだよ。それではあれでー、皆さん毎日書いてる、書いてる、えらい、今日も書きます、今日も頑張ります、まだまだ、うん、それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は吉川すなと、めみねむ